Please summarize our thoughts on this game, Coach. Good evening, everyone. Konbanwa. I'd like to congratulate my team on winning a very difficult match against Shinshu. まあ、まずですね、もうこのしっかり信州さんとの難しいゲームをですね、勝ちきった選手たちにまずはおめでとうと伝えたいです。In preparing this game, there were several factors at the play. まあ、まずこのゲームを準備するにあたっていくつか重要な要素というのがありました。One is us coming back from Toyohashi and two strong games and a difficult loss of split in the second game against one of the best teams in the league, which is Sanin. はい、まず一つ目、この間ですね、先週末、豊橋で、まあ、三遠さん相手に、2連戦あったんですけども、まあ、本当にですね、もう難しい試合でしたし、強度の高い、そしてリーグでもですね、まあ、ベストチームと今言われているチームにですね、まああいう負けをしてしまった、そこの苦しさというのがまず一つ、大きな要素として、このチームを今回の戦いの中でありました。So dealing with the pain of losing at least one game.We could have been on our side and then going to play Shinshu, who is the second last team in the B1 league. はい、で、本当に先週のサインさんの相手の戦い、特に2戦目ですね、もう本当に僕たちももう勝利は手の中にあったところで、ああいうふうな負けをしてしまった、まあ、本当に痛みを伴う負けだったんですけども、まあ、今回はですね、今日の水曜ゲーム、信州さんというのは B1 に残るために、本当に必死になって頑張っているチームだというふうに思ってます。Except that standing for Shinshu doesn't really do them justice the way they play.はい、で、まあ、順位というのはあるんですけども、まあ、彼らはその中でも順位だけではなくてですね、しっかり正義感を持って戦っていると。So, first of all, they lost half of the team during the summer. はい、まずはですね、もう彼らも夏の間にですね、たくさんの選手が怪我してしまった。Then with the new team, they lost their five-man marshal right away, like we did.で、その中で今度、もうマーシャル選手も早い段階から離脱してしまってた。Then they lost three important Japanese players. はい、その中で今度はですね、3人ほど重要な選手が、信州さんもいなくなってたと。And they lost their main scoring import. はい、で、メインだった、はい、スコアを取れる外国籍選手もいなくなっていたと。And then the team we played three months on.3-4 months ago in Shinshu, this is not the same team. はい、で、3ヶ月前ですね、信州さんの方で僕たちは戦って、もらった時の信州さんと今日の信州さんというのはもう全く違うチームでした。They rebuilt the whole team, brought back the Japanese players. はい、でも本当にですね、チームを再建に、向けてですね、本当に新しい選手を入れながら、また日本人もしっかりですね、怪我から復帰してですね、いいチームを作ろうというふうに望んで来てました。And Coach Mike is still one of the coaches that does his the job extremely well. So playing this team at this time was a serious challenge for us. はい、で、その中で。Coming from Toyohashi.はい、ヘッドコーチあるですね、コーチマイクさんの方もですね、本当にチームに対してものすごい貢献をしていたですね。やはりこういうチーム相手に今日のゲームっていうのはじゃあ簡単だったかっていうと、もう全くそんなことはなくて、本当に難しいゲームだというふうな認識を持ってですね、戦いましたし、特にその豊橋での痛いあの負けから、このゲームっていうのは本当に難しくなるよっていうのは常に選手に伝えて臨んでいました。I think we went into the game really strong. はい、まずはですね、出だし本当に強く戦ってくれてました。And then it was a full-time battle. はい、もう40分間のその中でバトルになって。Let's say a Wednesday B-League game. で、水曜日の今日のこの B-League の試合。
People miss a lot of open shots. はい、そういうやはりですね、コンディションの中、スケジュールの中なので、まあ、オープンショットも外すこともあって、で、またレイアップだって外すこともあり、そして、まあ、フリースローだって簡単に、落としてしまっていたと。やはりですね、少しいつも通りではないやはり形のゲームになってしまった。So my team did a good job of staying solid throughout all that time.はい、その中でもですね、うちのチームとしてはしっかりですね、固くバスケットをやりきることっていうのはよくやってくれたと思います。Leading almost full 40 minutes of it. はい、で、その中でも ほぼほぼですね、40分間リードをすることができてて。And getting to the, I believe, a difficult but well-deserved victory. はい、すごくその中でやはりですね、難しかった試合というふうに、思いましたが、やはりですね、しっかり自分たちでこの勝ちに値するようなゲーム運びっていうのはできたのかなというふうに思います。 Any questions? 何か質問あればよろしくお願いします。では、まずは石田さんの一問で、お希望がある場合は挙手をお願いいたします。お疲れ様です。トゥーフォーワンです。まあ、今日の勝利でワイルドカードっていうところ、チャンピオンシップに向けて、まあ、3ゲーム差に差を詰めたというところで、まあ、あと14試合にこうチャンピオンシップというところを狙っていく上での意気込みというか、いただけますか。I'm sorry. Is this a Boston Celtics TV? Boston Celtics TV でしょうか。Sorry. Sorry. Boston Celtics. はい、Boston Celtics は見えてます。I'm like wondering, wow. It's good. すごい。Let's build.Connection. はい、しっかりセルティックスとのコミュニケーションを作りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしますというふうに思ってます。When I see that score and that we are missing three wins, I want to cry. はい、まずですね、まあ、スコアを見たときに、この3勝やはり足りてないというのはもう分かってました。もう本当に今、まあ、泣きたい気分です。Because we start this season with 10% winnings. はい、なぜかというと、まずシーズンの初めですね、もう 10% しか勝率がなかったチームです、このチームは。We push it into 80% winnings. そこからですね、80% を自分たちで途中から勝ち始めてですね。Then we lose again players. で、もう一度その中で途中選手がいなくなってしまい。But still we keep, let's say, losing at least 5 to 7 games on a one possession.はい、でもその中でもやはりですね、もう一度頑張って戦って、もうこの中でですね、5試合か7試合、今まで40何試合やってきてますけども、もう本当にワンポゼーション、ツーポゼーションしかない中での負けだったと。I feel like having those three extra wins for this team, the way my team, the way they worked hard, the way they fought every game, I think it would be fair to be three wins up.はい、で、まあ、その中でやはりですね、いろいろなこの厳しい今年のシーズンだったんですけども、まあ、今3勝足りないと。でもですね、その3勝は足りないと言いながらもですね、今までの彼らの頑張りを見ると本当によくここまでやってきたというふうに評価します。 But we just met last summer. I came in late and we had so much trouble. And all I can say is I commend my team of being always locked in and focusedAnd trying to win every single game. もう今シーズン、このチームっていうのは夏に、まあ、ここの渋谷もですね、再建してですね、チームとしてコーチも夏から加わり、多くの選手、スタッフが加わりました。でもう本当にですね、もうとにかく全員に言えるのが、もう自分たちのやるべきことをしっかり集中して、一つ一つの勝ちをしっかり取っていこう、そういうふうに伝えていました。I feel the three wins behind in 14 games in theB league like this with having Shimane, Hiroshima, Gunma, Akita, Kawasaki in front of us and a couple of teams in the back of us. I think it's tough to do, but I would like to continue with my team to fight for every single next game like it's the best and most important game.はい、and see where does it take us. はい、まずですね、先ほどおっしゃっていただいたように、あと14試合、
で今ですね、僕たちと、まあ、このプレーオフを争っているのが、まあ、島根さんだったり広島さん、川崎さんだったり、まあ、もちろん僕たちよりも上のチームもありますし、下にすぐ構えているチームもいます。まずですね、その中でもやはり、そのプレーオフどうこうっていうよりも、まあ、まずは僕たちはこの一勝一勝を戦って勝つこと、でその先にじゃあ最終的にどこに自分たちが位置していたのかっていうのを、まあ、確かめられればいいなと思ってますので、まずはこの一勝一勝っていうのを大切にですね、戦っていきたいと思います。 Thank you。 ありがとうございます。では他にありますでしょうか。はい、では、本日の、総括をお願いいたします。はい、そうですね、まあ、今日は全体的になんか相手のペースで試合が進んだなっていう印象があって、まあ、どこか重いゲームだったんですけど、まあ、その中でしっかり勝ち切れたっていうのは、決めるべきシュートを決めれたっていうところだと思うし、まあ、相手のそのミスにも救われたかなっていう部分は多くありました。まあ、結果として、まあ、勝つことはできたんですけど、まあ、もうちょっとこう締まりのあるゲームをしないと、やっぱ今後落とす試合も増えてくると思うんで、やっぱそういったところをなくしていかないといけないなっていうのは思いました。以上です。お疲れ様です。という方なんです。はい、今日の勝利でワイルドカードっていうところの3ゲーム差という形になったと思うんですけども、まあ、残り14試合ということで、まあ、まだまだ CS を狙える位置かなと思うんですけど、どういうふうなこう意気込みでチームとしてやっていくかというところを教えていただけますか。もちろんCS に向けて一つも落とせないと思ってますし、まあ、その3勝差っていうのがすごく大きいと思うので、まあ、勝ちきれる試合を勝ちきれないところもあったんですけど、まあ、1試合1試合しっかり自分たちのペースで試合を運んでいって勝っていきたいですし、まあ、中地区で2位を狙ってやっていくのが一番ベストかなと思うので、まあ、まだ三河とも試合あるし、川崎とも試合残っているので、まあ、そういった意味ではすごくチャンスはあるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは241でした。